です。今日はね、ちょっと一回触っちゃって切っちゃった。リハーサル。はい、大丈夫です。お便りことよろしくお願いします。おはようございます。今日はまあ4月、2日か。今、マミシン君。まあ4月2日ということで、まあ、春といえばですね、新入学、新社会人ということで、私どももですね、新しい仲間が増えると、いうことでございます。おたいレコード太田君です。おたいレコードの太田です。よろしくお願いします。頑張ります。はい、ということでございまして、まあ、入社のきっかけはですね、フィンガードラムのですね、パッドを買ってもらったんですけど、それで、ちょっと教えてあげるよと、洋介兄がじきじきにですね、教えますと、いうことで、エイブルトンライブをね、俺は叩けないから、うん、で、まあ、来てもらって、で、まあ、芸術大学にね、通ってる4年生と大学4年生ということで、まあ終わった後に世間話で就職とかってどうなのみたいな、芸大の就職事情はどうなのと、いう世間話をしててですね、いやまだ決まってないですと、いうことで、じゃあ入るみたいな感じで、ああじゃあお願いしますと、そういう経緯ですで意外とですね、まあまあそっから一応4月1日入社ということにしといて、そこまではまあバイトでと、いうことだったんですけどね、まあ今まで一緒に働いてきた所感としてはですね、なかなかいいんじゃないかなと、いいポケモンに育ちそうなっていう予感がしてますけどね。はい、いうことで、今から、入社式を行いたいと思いますんで、じゃあちょっと、準備をしますね。一応私はポストホスト役でやりますので、これ曲を入れるのはどうやって、てかね、ぶっちゃけね、スマホの電池が怪しいっていうね、そういうのがありますけど、はい、よし、はい、じゃあ、今から入社式を取り行いたいと思います。はい、どうぞ。はい、はい、みんな入社した時はですね、お便りレコードでは最初にスクラッチをやってもらったと。そうなんですか。採用試験にはなくて入社したということで今決まりました、はい、じゃあ、これでお願いします。はい、初スクラッチですね。はい、いきますよ、はい、5、4、3、2、1。はい、というわけで、これからの太田くんの動向にもですね、皆さん注視して、ご指導ご鞭撻の方をですね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。じゃあ最後に一言、全世界の、DJ、ファンにですねお願いします。皆様の音楽ライフを充実させるため、充実させるそのおたるこの、強力な人材となれるよう頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。じゃあ以上です。